鶏肉のネギ炒めを作ります。砂糖大さじ1、片栗粉小さじ2、オイスターソース小さじ2、酒大さじ3、醤油大さじ1、酢小さじ1を入れ混ぜ合わせます。生姜1かけ、ニンニク1かけ、長ネギ1本、20回ほど分々引っ張ります。 フライパンにサラダ油適量を引き、ブンブンした具材を入れ炒めます。もも肉3 0 0ムを入れ炒め、色が変わったら蓋をします。火が通ったら合わせダレを入れ、とろみがつくまで炒めたら完成です。